夏シアナツの一、夏は、五湖十六国時代に、郷土鉄仏部の赤レンボツ没ボ々によって建てられた政権、一般に、大化と呼ばれる。別名、小夏、竜夏、夏の支配氏族は、郷土鉄仏部の粒子で、南、郷土と各種に属する谷レオの粒子カバネリを、祖として、五巻末の南、郷土の全部一門で玄武を継いだ、京居の弟である、右験王の差、日吉祖とする。 さ、日は、検定の長安脱出に功績があったため、曹操の信任を受けて、南郷土処部を監督した。詳細は、鉄不部を、参照310年。さ、日の孫の竜虎が、戦費卓抜部に破れて、オルドスへ逃れ、以降ここに拡挙し、前、長、後、長、前身から勘を受けた。竜虎の孫の竜も理心が、俗長になると、再び千菱卓抜部に破れ、 茂李神は部を率いて全身領内へ逃れた。376年、茂李神は全身の宅抜部討伐に従って功績を立て、同年、オルドスに戻って宅抜部、従前を服属させ、一大勢力を形成した。386年、宅抜部が再興すると、茂李神はこれに勝てず、391年には北魏の遠征軍によって殺され、 鉄仏部は一時滅んだ。竜も理心のこの竜没没は、オルドス西南部の高平まで逃れたが、その後も北儀は、追悼軍を繰り出したため、流転の末に後心へ身を寄せた。後旗は北儀に備えるため、没没をオルドスに陳した。四百七年、竜没没は、旧鉄仏部や戦費処部を休合すると、五神から自立して、大善運、大家天皇と称し、竜のボルト、剣母として、 大過国を建てた。同年、夏は、オルドス全域を平定し、413年には、赤ン死改正や東万城の築城など、着々と勢力を固めていった。また、北儀に対しても、414年に北縁と名を、結んで建成し、同年から翌年にかけて、賛成一体を攻撃して優勢に立った。417年。 関中の後心が、東進の流遊によって滅ぼされると、418年に、夏軍は南下して、東進を破り、長安など、関中諸城を占領した。同年、赤連没没は定位につき、翌419年に進行と改元し、東万城を都に定めて帰還した。夏の領域は、関中、オレドス、山西南部に及び、都翼根、北領を服属させ、 河北西部に大勢力を築いた。424年、長安で反乱が起こって内乱状態となり、425年に赤連没没が死去すると、夏の勢力は急速に衰退した。426年、夏は二祖寺より五万の兵を進めて、西広氏を攻め、との奈良官を落として西平まで達したが、北儀はこの機に乗じて、夏へ第一次遠征軍を送り、 関中諸城を占領した。427年、北儀は夏へ、第二次遠征軍を送り、都の東万城を占領した。二代皇帝赤蓮正は、東万城から脱出し、上を都に定めて交戦したが、各地で、北儀に敗れて政権はか解した。428年、夏、三角赤蓮正は北儀に捕らえられた。428年、赤蓮、正の弟の赤蓮帝は、 逃亡先の平良で、大化皇帝に即位し、同年、各地の廃山兵を救護すると、北儀から、冠中全域及び、東万城を除くオルドス諸城を奪回した。430年、南朝宋と同盟が成立し、赤連帝は、東万城奪回に向かったが、北儀は夏へ、第三次遠征軍を送り、ついに夏、都兵両も陥落した。夏はが開始、赤連は、 廃山兵を率いて上へ逃れた。431年1月、夏氏赤連邸は、再起を図るため、西へ進み、南安の西新を攻めて、これを滅ぼし、ついで全軍を率いて、北領遠征を行った。6月、夏軍が黄河を渡る途中、服属していた、とよく今軍に襲われて壊滅し、赤連邸も捕らえられて、大化政権は滅亡した。なお、 第3代皇帝赤連帝は432年、第2代皇帝赤連正は434年に、北儀によって殺された。現存する夏の文物としては、東万城石、大来城石、太し夏、新に、銭、田星、大化石は、セブン造造、記念文書として、トントルファン文書数点がある。また、現存はしないものの、大化流。 スズメ型タやトマン城南飛匠などが知られている。質感あり、先筆質感部族長の一族、リュ利モが北儀に滅ぼされた時、族長であった、ふとししつ、を説得して、維持の流没ウボツボツをかくまった。このことが発覚すると、質感部は北儀によって滅ぼされたが、ありは予習を率いて、ボツボツに投じ、407年に夏が建国すると、吉大部、両校に配された。 413年、小作大匠を廃され、東万城を築いた。東万城は、中国の城郭建築史上初めて馬面を施したもので、城壁もセメントで固められ、北宋時代でも金属で叩くと、火花が散るほどの強度を保っていたという、カラスラクコナツの魚種中進むで外交を担当、百十四年に、両生の北園、百十五年に、火星の北梁へおき、 これらと命を結んで、夏の派遣を形成した、王外徳赤連ンボツボツの軍師、もともと後進の三軍であったが、赤連ンボツボツに投じると徴用され、多くの戦いで作戦を立案した。特に418年の冠中平定戦には、王外徳に依拠するところが大きかったという、同年、皇によって、都官少書、官軍将軍、火謡皇に配された、赤レン遺赤レボツボツの弟で、 夏の釈大将軍、他平行、清々軍を担当、四百二十六年、北梁の養請で進む南大将軍コロイ,イ西へと、共に、西進を攻め、縁側、南安、奈良間、西平を落とした。四百三十一年一月、伊罰は、夏の敗山兵を救合して再び西進を攻め、都の南安を落とし西進を滅ぼした。赤蓮な持ち始む赤蓮没々の子で、 夏の七平将書、四百三十一年に夏が滅びると、生を赤連氏から口豆連氏と改めて北儀に降り、北部バクドルとなって夏の移民を率いた。さ、非公章国大化建国後に、元皇帝、龍虎大化建国後に、慶皇帝、龍務官大化建国後に、先皇帝龍跡、竜質持ち祈り龍森新大化建国後に、 大祖間皇帝赤ツ没没清祖、無列皇帝赤錬昇格錬定流、小宝昇正竹信仰昇高勝三つ、ありがとうございます。